ベルボン FHD529 のご紹介でした。それでは。ってことでね、まあこの雲台について、まあ客観的なことだけ知りたいという人もいるかなと思って、ちょっとかしこまって作ってみたんですけれども、ここからは、いつものように、私の個人的な意見をダラダラと喋りたいと思います。私のチャンネルをご覧になっている方は薄々気づいていると思うんですけれども、ソニーの HDR-MV1 これが11月15日に届くので、そのためにこいつを買いました。超広角でパンチルしたいんですよ。パンチルでね、ビデオ用雲台を買うのは私これ初めてなんです。なので、もう調べまくりました。ネットの口コミとかも読み漁りましたし、ヨドバシにも何回も足を運んでいろいろ調べました。で、まあ、結論として、現時点で今私に必要なものはこいつかなということで買ったわけです。三脚選び、雲台選び、難しいですよね。私が思うにね、ポイントは3つあります。1つ目のポイントは、ケチるなということです。あのね、ケチな私がいますよ。三脚だけはケチるなっていうことで、もう一回言いますね。極論を言うと、カメラはケチっても三脚はケチるなっていう感じなんです。というのもね、中途半端なやつを買うと絶対にもっといいやつが欲しくなるんですよ。実際私このね、三脚、マンフロットですけれども、これを買うまでに2回買い替えました。買い替えて買い替えて無駄金を使って、ようやくこれにたどり着きました。で、こいつを買ってからはもう軽く10年以上経ってます。で、10年以上経っても余裕で現役ですよ。全く問題なく使えてますね。要は三脚ってすんごい長持ちするんですよ。あの、本当によっぽど荒っぽい使い方をしなければ5年10年は全然余裕です。なので、今持ってるカメラとレンズ、それから、まあ、例えば3年5年以内に買うであろうカメラとレンズを考えて、最初からいいやつ買っとけっていうことなんですね。2万円の三脚と4万円の三脚でもし悩んでるんだったら4万円の方にしときましょうよっていうことなんです。まあ、2万円の差がありますけれども、10年で焼却できると思えば、まあ、安いもんですよね。その割にはえらい安いビデオ雲台買ってるじゃないかですって、そうなんですよ。ポイントの2つ目はどうせ1台では終わらないということなんです。カメラと一緒で、これ1台で済むっていうような万能の三脚はありません。 5D Mark III とちっちゃなコンパクトカメラとそれぞれ役割違うでしょ。例えば車に積み込んで持ってって、もうじっくり構えてしっかり撮りたいっていう三脚と、例えばこう海外旅行に持ってって本当軽量さが命っていう三脚とね、やっぱり両方欲しいんですよ。ということで、今回これを買ったのは、まあ軽量バージョンとしてっていうことなんですね。ちなみにこのビデオ雲台はそうですね、ギリギリ許容できる最低ラインっていう感じですね。つまり、これ以下、4000円以下の、ビデオ雲台は絶対におすすめしません。もし私が α77 を持ってたとすれば、これはね、買わないですよ。もっといいやつ買ってます。あくまで HDR-MV1 を使うために、買いましたからね、これは。もしくは将来的に α77 クラスのカメラを買った時に、旅行用としてある程度割り切って使う、そういうようなもんです。じゃあね、結局何を目安に選べばいいのかっていうことなんですけれども、ポイントの3つ目です。耐荷重を信じるな。三脚も雲台も必ずスペック欄に耐荷重っていうのが書いてますよね。ただ、私個人的な見解ですけれども、あれは、半分と思った方がいいと思います。例えばこのビデオ雲台は耐荷重が 2.5 キロと書いてるんですけれども、それを真に受けちゃいけません。おそらく 2.5 キロのカメラやレンズを乗っけても壊れませんよっていうぐらいだと思うんですよ。 2.5 キロ乗っけてもバッチリ使えますよという意味ではありません。耐荷重 2.5 キロって書いてたら、その半分 1.25 キログラムが上限と思ってください。より安心快適に使うためには3分の1と思ってもいいぐらいですね。3分の1だったら 830g ですから、 α7 とゾナー 55mm でちょうどいいぐらいですね。それ以上の重いズームレンズをつけるとちょっと不安だと思います。逆に言うと α77 ズームレンズキットを持ってるとしましょう。そうすると、ボディとレンズ合わせて約 1.3 キロですから、最低でも倍の 2.6 キロ、できれば3倍の 3.9 キロの
耐荷重を持った雲台を選びましょうということなんですね。そうなるとやっぱりマンフロットの701クラスになるわけです。はい、というわけでかなり独断と偏見に満ちた三脚選び、雲台選びのお話でした。ただまあね、ある程度写真や動画を趣味にしようという方にとってはそんなに的外れなことは言ってないと思います。まあ参考になれば幸いです。それでは